第8章ではシステム開発技術について見ていきます。第1課ではシステム開発技術について見ていきます。システム開発は要件定義、システム設計、プログラミング、テスト、システムの導入と受け入れ、システムの運用、保守の順で行います。要件定義とは、 システムに必要な機能や性能、内容を明確にすることです。機能要件はシステムに必要な機能に関する要件です。これに対して非機能要件はシステムの性能やセキュリティなどシステムの機能以外の要件です。インタビュー形式で相手に質問することをヒアリングと言います。ヒアリングを行う前にあらかじめヒアリング項目を明確にして ヒアリングした結果は議事録に残します。要件定義を行った結果は要件定義書に記述します。共通フレームでは要件定義のことをシステム要件定義と言います。システム要件定義はユーザーが業務をシステム化する上での要件をシステム要件定義書にまとめます。システム要件定義書に記述する内容は システム化の目標と対象範囲、性能と信頼性に関する定義、業務、組織及び利用者の要件、その他の要件です。システムの開発工程において、エラーや問題点を次の工程に持ち込まないようにするための検討会のことをレビューと言います。レビューの参加者は4名から6名程度で、資料は事前に配布します。 レビューはエラーの検出が目的なので解決策は後で検討します。また、レビューはできるだけ短時間で人物評価につながるため管理者は出席しません。レビューはシステム開発のプロセスごとに行います。システム設計とは要件をもとにどんなシステムを作るのかを決定して設計書を作成することです。システム設計は 共通フレームではシステム方式設定、ソフトウェア要件定義、ソフトウェア方式設計、ソフトウェア詳細設計に分かれています。一般的には外部設計、内部設計、プログラム設計に分かれています。一般用語でいう外部設計は共通フレームではシステム方式設計とソフトウェア要件定義に分かれています。 システム方式設計ではシステム要件をハードウェアで実現するかソフトウェアで実現するか手作業で行うかを決定します手作業で行った方がいいケースはシステム化したとしても業務効率の向上や作業負荷の軽減コスト削減の効果が見込めない場合やシステムを導入したとしてもコストに見合った効果が見られない場合です 設計内容はシステム方式設計書に記述しますソフトウェア要件定義ではソフトウェアで実現する機能のうちユーザーザから見える部分を設計します定義した内容は共通フレームでいうソフトウェア要件定義書一般用語でいう外部設計書に記述します。具体的には要求分析を確認した上で ソフトウェアの機能をサブシステムに細かく分割します。次に画面や帳表といったユーザーインターフェースを設計して、このユーザーインターフェースからデータ項目やデータベースのテーブルを設計します。最後にレビューを行って今までの内容を確認します。システム全体をさらに細かく分割した一部分のことをサブシステムと言います。 機能の時間的な関連性やデータの関連性に着目して関連性が高いものを一つのサブシステムとして定義します一般用語で言う内部設計を共通フレームではソフトウェア方式設計と言いますソフトウェア方式設計ではシステム内部の仕様に関する設計を行いソフトウェアで実現する機能のうちユーザーから見えない部分を設計します ソフトウェア方式設計で定義した内容は共通フレームでいうソフトウェア方式設計書一般用語でいう内部設計書に記述しますまずは外部設計書を確認してサブシステムの機能をプログラム単位に分割します次にデータを配置する記憶装置に関する内容を設計してプログラム間でやり取りするデータに関する内容を設計します 最後に、レビューを行って、今までの内容を確認します。一般用語で言うプログラム設計のことを、共通フレームではソフトウェア詳細設計と言います。ソフトウェア詳細設計では、どんなプログラムを作成するのかを決定して、定義した内容を共通フレームでいうソフトウェア詳細設計書、一般用語でいうプログラム設計書に記述します。 まずは内部設計書を確認して、プログラムの機能をモジュールに分割します。次に、モジュールの仕様を決定して、プログラムの単体テストの内容を決定します。最後にレビューを行って、今までの内容を確認します。プログラムをさらに細かくしたものがモジュールです。モジュールのことを貫通やクラス、サブルーチンと呼ぶ場合もあります。 プログラミングとは、プログラム言語の規則に従って、アルゴリズムからプログラムコードを作成することです。まずは、コーディングといって、プログラムのコードを作成します。次に、デバッグといって、プログラムの不具合、すなわちバグを修正します。最後に、単体テストといって、そのプログラムが正常に動作するかを、そのプログラム単体でテストします。 プログラム設計書とは、プログラムの仕様を記述した設計書で、プログラムはプログラム設計書をもとに撮影します。プログラム設計書は、共通フレームではソフトウェア詳細設計書といいます。後編へ続きます。